録画スタート。真上大丈夫だよな。今日は風がないな。そうそう、ちょっと今日高めに 100m から、意外とダムが近すぎて。おお、全身あの移動はちょっと周り確認してからかな。あ、やっぱり 100m 遠いか。電池切れの、はい、濁ってますね。まずは周りぐるーっと一周見て。いや、一応映ってはいたんですよ、あれ。お、車見えますね。ああ、そうか、この間の雨か。私の出発地点から、水平方向には 1.5 メートルしか離れてないです。真上にいます。うん、ドローンカメラいいですよ。びっくりしましたよ。じゃあちょっと今のうちに、ここまでだな。今目視の木の陰でギリギリだから、ちょっとここのところで少し定点撮影させといて戻そう。もう木の陰で点だから分かんなくなってしまったな。本当は園庭の向こうまで持っていきたいんですけど、それだと視界から外れてしまうからやめとく。うん、マイクロ SD。 雨降った後だからですね。うん、何の音？あ、車の音か。変な音出す車が。ああ。で、こっちに向けて。で、戻す方向。あ、そうだ、いい。せっかくだから今のところで、今のところでもパノラマ撮っとこう。ストップ、カメラ。この高さだと前進してもあんまり分かんないですよね。見えてくるかな。あ、見えた。ずれてるの。ガラスに襲われることないのか。ドッグファイトまだ。よし、これで。ほぼ真上に来た。移動速度は左の数字。移動速度は V.S と S.H.S。ホリゾンタルスピードとバーティカルスピードですかね。
今から下ろします。で、下ろす時の速度は V.S、 バーティカルスピードとして出ます。これってタブレット内蔵のアンテナでドローンと通信してるんです。いや、コントローラーの方のタブレットはプレビューと操作ボタンを表示してるだけです。しかし画面が白いなあ。シャッタースピード固定でやってた、ずっと。なんか画面白いと思ったんだ。よし、バッテリーもう一個使おう。ですね、今変えると、これか、シャッタースピードを、いや、いや、合ってんのか、これでいいのか。まあ、とりあえず下ろそう。眩しい太陽が。よし。あれ？